山田養蜂場の蜂蜜舐めてません。どうもミツバチの妖精さえです。こんちゃんです。今回の舐めていないさんは養蜂部の加藤です。ミツバチの絵のひかみです。よろしくお願いします。ちょっと待って、どうしたの二人とも。なんでそんな格好してるの。今回はミツバチの気持ちを代弁しに来ました。そうなんだ、意外と似合ってるよ二人とも。すごい恥ずかしいですということで今回のテーマはこちら。可愛いミツバチから見た世界はとてつもなく怖くなっている。え、ちょっと待って、ミツバチから見た世界ってどういうこと。実はですね、可愛いミツバチちゃんたち最近こんなこと考えてるんです。ねえねえ、最近ちょっとこんな悲しいことがあったの。どうしたの。この間ね、蜜を食べにお花行ってみたら、お花の中に蜜が全然入ってないの。え、私もそうだったのよ、この間。私だけじゃなかったんだね、おかしいな。はあ、せーの、いっぱい蜜を食べたい。ちょっと全然息が合ってないけど大丈夫。ゼロ点ですねもう少し磨きをかけたい。まあ演技は頑張ってもらうとして、蜜がないって言ってたけどどういうことなの。最近の環境変動で植物にも影響を与えてるんですよね。でそれでミツバチも大変困ってるんですよ。それってどんなこと。例えば今季の冬ってすごい暖かい日もあれば極端に寒い日もありましたよね。あったあった、なんか季節感がよくわからなくなるよね。で植物によって蜜をたくさん分泌するのに適した温度とか湿度とかっていうのがあるんですよね。例えばレンゲであれば最低気温が10度で最高気温が20度、平均気温が15度の時にたくさん蜜を分泌するって言われてるんですよね。そうなんだ、最近だと蜜を出すのに適した気温じゃないから蜜の量が減っちゃってるってこと。まあそういうふうなことも大いに考えられるってことだよね。なるほどね、確かにミツバチたち困っちゃうね。ミツバチが困っていることは他にもあるんだって。加藤さんお願いします。ミツバチは他にもこんなことを考えてるんだ。ブーン、あれあれ、おかしいな、見つからないよ。どうしたの。どんなに探してもお花が見つからないんだよ。本当？ブーン、私も探してみよう。ブーンブーン、お花さんお花さん、どこ行っちゃったの。見つからないね。誰か教えて。誰か教えてって心の叫びがめっちゃ出てたね。でも今回少し演技上手くなったんじゃない。ひかみさん何点ぐらいですか今回は。10点。厳しいですね。でもさ、してたの。いや、それがですね、最近あのミツバチの食べ物の蜜源植物であったり、あの花粉源植物少なくなってるんです。本当に？あんま感じたことなかったな。国内じゃなくて世界的に蜜源花粉源植物が減っていて、ミツバチの餌となる環境が少なくなってきてるんです。大変じゃん、なんでそんなことになってるの。例えば国内だと農業が衰退してます。海外で言えば森林伐採なんかが広がってますので、あのミツバチが食べるものがないっていう環境が広がってしまってますね。でも蜜源となる森を増やすために山田養蜂場はある活動をしているんだよね。はい、それはですね、世界中での木を植える植樹活動です。これはですね、2004年に木を植えた時の写真になります。これが2009年にはですね、もうこんな森になりました。でもこういう活動してるのはさすが山田養蜂場って感じ。そうですね、自然保護や生物多様性を守ることも養蜂家の使命だと思ってます。格好をふざけてるのにめっちゃいいこと言うね。本当は真面目なんですそれじゃあミツバチの気持ちを十分伝えられたから帰ろうか。そうだね、じゃあね。じゃあね。